ボロポタ TV へようこそ。今日はうだつの町並みの名物マスターに会いに行きます。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっとこういうのは困るんですか。そう、今他にお客さんいないんで。今日はね、ちょっと脇町のうだつの町並み1の最高にクールなお店、自動でスリッパが出るという素敵なお店でございます。わたるコーヒーを、こういう店ですね。おや、最近手作りで作ったっていう。しかもこれマッチ、ちょっとあれですね、喫茶店の雰囲気がマッチになるとね。マスター、席はどこでもええですか。せっかくだってカウンターで。はい、あ、じゃあちょっとこのカウンター席で座られますか。あ、すみません、なんかある荷物置きやん。こみで3密にやん。あ、そういう気遣いがあるんですね、マスター。今暇やから三密にはならないですけどね。確かに。こちら、名物マスターの大北渡るさんでございます。マスクもね、せんと申し訳ない。今は全然誰もいない。ね、すごいね、ここもね、古民家を改装した綺麗なね、お店でして、ここ何年ぐらいになりましたっけ。この夏で3年ですね。あ、もうそんななります。へぇー、渡るコーヒーさん。実はね、ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけど、ここのね、ここの板、さっきも出てきましたけどね、インディゴ藍で染めてるんですね。藍染めの壁。ここね、隠れ家的な雰囲気がね、僕もね、すごい好きで、こっそりと我々が塗ってね、DIY でやって、これがさっきのね、インディゴのこの干してやった、もうね、だいぶブルーのね、色素の出てる感じが分かりますけど、こんな感じでね、隠れ家的なこういうね、雰囲気のお店がすごいね、私も行きつけでお気に入りだったりします。こうやってね、ブロンプトンもしっかりとここのね、収納させていただいてます。これまたミシン台がこのね、水の置き台になってたりとか、細かいところにマスターのこだわりとセンスがキラリと光る。こだわってる。こだわってるとかベストして。こだわってる風な。お客さん、企業秘密ね。ああ、これはこれは。カットしておきます。で、こうやってね、ネット環境も整ってますので、仕事をね、パソコンを持ってきてしたりもできると。あれ、マスター、これ何ですか。インスタやらされてます。実際やりたくないんですけど、やりたくない、まあ、ね、やらない感じじゃないですか。すごいいやいや、ね、いやいや、いやいやだけどインスタやってます。極力やりたくないです。マスターのこのね、独特なこのゆるいキャラがね、めちゃくちゃこう人気がありまして、うちの店のモットーは、僕はお客さんに求めない、その代わりお客様は俺に求めないという感じですね。お互いね、ゆるくいきましょうというね。衝撃的だったんが、うん、5月病のためしばらく店を閉めますっていう張り紙があった時、衝撃だったんですけど、ね、みんなね、もっと自分に好きなようになっていきなあかんなということで、僕もね、仕事大好きでお客様の笑顔のためにね、働いてるんですけど、5月病になったり、これ以上働いたら死ぬと思ったりね、いろいろあってね、張り紙芸みたいな感じでさせてもらってるんですけど、なんか張り紙芸人的な。そうなんですよ。でもね、あれはやるとね、
安易に受けが取れるんで、あんまりやるのはね、あのお笑い芸人として失格だと思ってるんで。なるほど、ここにも1年に1回、2回ぐらいにしとこうかなと思うんで、まあ、よかったらね、あの先ほどのインスタとかをね、フォローしていただければこの辺りに出てると思いますんで。もうバッチリじゃないですか。ちょっと本当台本が欲しかったということで注文したいと思います。じゃあちょっとメニューを選ばせてもらいます。マスターおすすめなんですか？おすすめね、あの個人的にはね、最近あの深入りがおすすめなんですけど、深入りやっぱりね、酒井さんのね、いつものやつを出した方がね。ああ、バターコーヒー、1万円コーヒー、ベトナムコーヒー、ほんでこっちの方にはお茶も、紅茶にアイスミルクティー、フレーバーティー、ソーダ、タイ式ミルクティー。最近はね、お客さんにプロテイン牛乳割り飲みます？プロテイン牛乳、プロテインはね、大事ですよ。プロテイン牛乳割りを出すカフェ。そうカフェ、カフェだからこそ、カフェだからこそプロテイン牛乳が求められてるとね。あ、私も、じゃあプロテイン牛乳割りお願いします。ちなみにプロテイン牛乳って味あるんですか？味がね、今ホエーとソイの2種類ありまして、ホエーとソイで、ホエーの方が、あのマイプロテインっていうイギリスのメーカーで、まあ、すごい世界的なメーカー の、 あのブルーベリーチーズケーキ味っていう、すごい頭の悪そうなブルーベリーチーズケーキ味ホエーで、ソイの方が、まあ、豆なんですけど、豆を潰したものなんですけど、まあ、それは510かな、501かどっちか忘れたんですけど、それを共同購入で、まあ、10キロ1万円で買ったクソやついやつなんですけど、クソやついやつを出すんですよ。お言葉が失礼しました。でそちらがね、もう完全に味がついてなくて、甘みもゼロで、もう無調整の豆乳飲んでるみたいな感じなんですけど、じゃあちょっと頭の悪い方の、え、それ強制なの？自分的にソイでいいかなと今脳内は感じてたんだけど。で皆さんね、多分ね、プロテインって言ったらね、すごいなんか偏見というか、え、まずい、プロテインからまずいみたいなね、もう感じで思ってる方もいるんですけど、これがね、なかなかね、あのマックシェイクみたいな味がしてね、すごい美味しいんですよね。え、つまりその頭の悪そうなネーミングのやつを強制的にということで、うん、強制的に。あ、了解しました。マスターのおすすめということで、え、何でしたっけ、もう一度。プロテインの牛乳割りの応援の方ですね。で、味はあのブルーベリーチーズケーキ味っていう頭の悪そうな味ですね。イギリス製ブルースチーズ、うん、ブルー、イギリスのマイプロテイン社のブルーベリーチーズケーキ味のホエーですね。あ、今こんな感じでね、あのプロテインシェイカーに牛乳とプロテインと、でちょっとこれ中入れちゃったんで汚くてあれなんですけど、まあダマにならないようにこういうねシェイカーボール。ああ、なるほどね。筋トレ、トレーニングの皆さんご存知でしょうか。はいはいはい、でそれプラスちょっとね、やっぱ氷をね一粒入れといたら、なるほど、あの溶けやすくて、僕はちょうどいい感じに薄くなるんで好きですね。まあ英国つながりということで、ブロンプトンにも合うプロテインで、まあこんな感じで、ね、シェイカーしていく、シェイカーしていく。このシェイカーはあのバルクスポーツっていうアマゾンでも手に入るやつですね。でこれでまあ言うてもね、どうしてもダマはできるんですよね。なるほど、ダマはできるんですけど、これでちょっとすでになんかこう匂いが漂ってきましたね。やっぱりね、氷とかね、ストローさせた方が綺麗にはなるんですけど、それはね、ちょっとね、トレーニングにとって失礼かなっていうんで、このままグイ、ですか、グイっていう。ああ、なるほどなるほど、そうです、そうです。飲み方もあ、プロテインシなんか落ちてきた。そう、シェイカーボールが落ちてきました。まあ、なんや言うてもね、粘性がね、結構高いんで。ああ、なるほどね。まあ、こういう感じでちょっとグラスに注いで汚くなりましたけども、お、行きましょうか。来ましたか。こう見るとね、量が少なく見えちゃうんですけど、あの 200ml ぐらいはありますんで。氷とかは入れないんでいいですか？氷入れないのが礼儀ですね。へえ、礼儀があるんですね。でね、手を腰に添えてもらってグイッと、そういうあれですね、飲み方もあるわけですね。そうです、やっぱマナーですね。マナーですか。トレーニング終わった後でもいち早くタンパク質を補給したいと。へえ。カフェに来た時は もちろん。なるほど。カフェだからこそ。カフェだからこそ。何やねんこれ。タンパク質。タンパク質。これからはあれですよ。何て言うんですか。それっぽいカフェに来て、おしゃれな、おしゃれなね、なんかホイップクリームが乗った
デザートのようなコーヒーのもの、それも結構ですけど、結構なんですけど古いです。これからカフェに来てプロテインです。カフェをカフェに来てプロテインこれね、ほんとね、台本とかないんですよ今物業本番なんですよね。何なんでしょうというわけでね、坂井さん、ということで飲んでみても、飲んでみてみましょうかね、頭の悪い感じの。はい、というわけでね、あのカメラマン大北渡るに切り替わったわけなんですけれどもじゃあね、今からプロテインちょっと飲んでいただきますね。はい、どうぞ。ちょっとお、なんか駄菓子屋の匂いみたいなのしますね。そうです、人工甘味料の匂いがね、人工甘味料、あんまり体に良くないじゃあちょっといただきます。いきましょう。さあ、どんなコメントか。 おや味は意外とでしょ、嫌いじゃない、マックチェックみたいな感じでしょ、うん、嫌いじゃない全然いけるんですよこれ。ちょっと濃いめに作っちゃいすたかなとは思ってるんですけど、なんかあのプロテインっぽいこうもごもご感はあんまりない。そう、粉粉感というかね、うんうんうん、これでね飲むことでね、まあ大体20、意外と、うん、意外といけるんですよ。僕の朝ごはんと昼ごはんです。これでまあ 25g ぐらいのタンパク質は取れるんで、まあ鶏の胸肉1枚食べたと思っ、うん、てもらったのはほぼ一緒ですね。鶏の胸肉1枚出る喫茶店、そうおやおやタンパク質的に、うん、意外といけます。そうなんですよ。頭の悪いプロテインいただいてみたいと思います。そこ強調する、はい、なんか幼児食っぽいです小学生以下の子が飲む優しい飲み物的な味がします。優しい飲み物なら割と飲めるってこと？あまり進んで飲みたいとは思わない生飲みできたら。ありがとうございます。なくてもいいこんなに美味しいのにですってこんなに美味しくて栄養があるのにでも子供っぽい味しますよね。そうそう、分かりやすい、うんうん、そうそう、駄菓子屋っぽい感じがした。うん、最高が好きそうな味ですはい、ありがとうございます。マスター、なんでそんなへこんでるんですか？あのね、ほんまね、さちょっとうぬぼれてみたいなね、言い方になっちゃうんですけどね、坂井さんね、ほんま、多分そのうち渡るコーヒーに来るぞと思ってて昨日とかね、ちょっと頭の中で何喋ろうかとかね、組み立ててたんですけど、ちょっといきなりすぎて、今回ちょっとあんまり喋れなくて、すごい今敗北感がものすごくあって、今頭の中で反省会してるんですよね。喋りのプロみたいな。やっぱりね、あのカフェのマスターって言ったら喋ってなんぼみたいなとこあると思います。ああ、プロ意識があるわけですね。そこはね、ちょっとね、今日はね、負けたなっていうところですね。結構ええ感じやったと思うんですけどね。でも僕としては第2回をね、ちゃんと台本を作って僕のね、配役とかもちゃんと決めてテーマを沿ってやりたいなとは思っておりますね。なるほど、ま、よろしければよろしくお願いします。突撃訪問でしたけれども、今度はちゃんとシナリオを作って行こうと思います。もう次はちゃんと仕事しますんで。はい、ありがとうございます。何やねんこれ。山下どうもありがとうございました。どうもです、ありがとうございます。ではでは失礼します。はい、ではでは。じゃあマスターありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ということで、この隠れ家的な渡るコーヒー寄ってきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンいただけましたら励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。